昨夜は誰も死にませんでした。六番のプレイヤーは,は発言してください。<laughs> さいまあ、六白おるやんけ。六 <laughs> 番つれんやん。残念ながら。零の三子。が八白。で、ギベオンが六白、うん。おお。 5が7<え>、えっとん何何何何何あ何何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 何れ何何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 457精査何何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  俺カリウドはもう出てき取った方がいいよとだけ言うと乗っ取られた方が怖いよ。すげえ楽しいこの盤面。だから絶対出てき取った方がいい。三シイようになったら。わあ楽しい。五番が七シ打ったってことは五番の人狼確定か。四号だよな。五七狼でこれするわけないから四号狼の新狼狼か。ああじゃあえっと四が六にしようか。内分けつけたわ。ということはえっと五番目線四番黒やんな。 で、えっと、7が7がや,<ば>8にしやから、まあ 7, は7目線分からんとで4目線も分からん,んな。いなうん。まあ、えっと、村は絶対に457の、まあ、話だけ聞く。もうむしろもうグレーなんかあの、まあ、聞いてもらっていいねんけどグレーよりも売らないし457。もうそこの精査を重点的にしてほしい、村には。で、今日どこ釣りたいんか。普通に考えたら45だけどな、ね。うん okay. どこなのだったら、自滅してるから。まあ4号が、俺から始まって4号の話はまあ最後になるから、ちょっと釣り位置上げづらいっていうのもあるけど、まあその場合はまあ4号の話を聞いてからとか、全然いいから。7<番>普通に考えたら4号かなし思うけどね。はい、占い cc をいたします。ランダムで8が白でした。えー、っと、三しよで占いの、せいです、ね。村目線えーで 僕目線、そうですね。どうだろう。うん、出方的に、うん、出るのが遅かった5番さんが強靭、4番が今んとこ黒かなっていうふうに思ってます。うん、5番さん目線、僕が強靭4黒っていうのが確定してるから、えー、っと、今の段階では、どうなんだろう4番さんつって色見たら、一番情報が落ちるのかな。うん。 なので、ちょっと発言いかないと分かんないです。今のところ4番さん釣ってほしいかなっていうとこですね。以上です。8番。ーてか五七狼の新郎郎だったら勝つ気ないでしょていうあれだから。初心延長ありでしたっけ <laughs> ありだったら。あなしだったら教えてくださいね。えっ、ー、と、7番さん、ちょっと偽くさいなと思ったのが、7番さん目線は確かに5が強人で4が黒って。 っっっっててて言ったんんだだけど、えっと、5番さんっていうのは、えっと、7にしろ結果打ってるんだよね例えばこれ強靭でやるムーブーだとしたら確実にの7の芯が分かってないとできないんだよ例えば4が例えば狼だった時に7芯打って上報釣りで4ですねっていうふうなことがなった時っていうのはあのご主人さんも釣りをしてるわけだからね、うん、だから5番3を強靭で置く7番3の視点っていうのはなかなか分かりづらくて俺はどっちかっていうと5番3は芯を取りに来た狼のなのかな と思った。それが5が真かどっちか。5が真で7が白で4が黒。か。ありなのかなこの感じだと。炎上なしー5がでえっで、と、7が狂人で4が黒。もしくはえっと、5が黒で。違う。言ってなかったかじゃあいいか。5が黒で。これ言ってなかったな、えっと。じゃあいいや。めんどくいし。7がわからない。あれ言ったっけ ?4 が四。 かわからない。っていうのが静着だと思う。五番身の確定してるから、奈良さんが五番さんをすでに強靭でロックしているっていう視点から見ると、さらに五七狼が見ないような。奈さんは偽っぽいなと思って。五七狼かつ、え四を釣り寄せるっていう状況から考えると、例えば本当に強靭で七にクロ七番さん自身がえっと偽でえっと狼だった場合、四を釣り寄せば新郎いが釣れるっていうのが静着だと思ってる。から。 情報ずりの観点から言って、俺は4よりも7から行きたいかなと思ってる、現状に関してはね。1周目だからまだ分からんけど、4号の発言聞いてからだけど、うん、現状は7に行きたいなと思ってる。え、7釣りやばくね<番> ?4 号四号オカで7釣りから入ったら負け角だな。発言してください。さいはい、おはようございます。えっとね、まあ、7番さんの、えっとね、私ら視点村視店っていうのは5番さんの出方って、新居の何でもあると思うんですね。新で2人出てきて、 あ7出てきたわ強人だっつって出てきた可能性と、えっと、強人で4七どっちがご主人様か分かんないからとりあえず2分1どっちか白当てたれっていう強人か人狼で7に白当てて芯を取りに来た王冠みたいな見方が結構できるけど7番3視点でこの出方でここは強人だっていうふうには思えないと思うんだよね。まあ、それは8番さんと意見は一緒。 だから7番さんの発言は結構なんだろううんって感じ。4釣れば色見てわかるっつったけど、姉とせんはもう4、号どっちも人外なんだから、どっち釣ってもよくねって思ったんだけどね。それは間違いですね。4釣ればわかるんですかあなたのシーンかどうかってこっちが。わかんないっしょ。って思ったけどね。終番には黒です。ま、そこの視点は8番さんと。まあ、少し合ってた。うん。6番さんは2週目次第かな。占いと。 グレート聞いてどこ釣りたいかみたいなねいうふうなことはおっしゃっていただきたいかなというふうには思うね。7番さんの発言はそこが引っかかった。4釣って私らは分かんないから。黒だったらいいけど白だったらどうすんの楽しかって話だからね。っていう感じ。以上です。一番のプレイヤーは 発言してください,ださいうん今のとこ七番、ね、さんの視点がね、七番してね、まあ八番さん、九番さんに乗、まあ、っかりって言われちゃうと思うんだけど、今のところ七、ね、番さんの視点っていうのはね、四番さん、五番さんどっちも黒、人狼、まあ人外って分かっているんであれば、どっちも釣りをしてもいいはずなんだけど、四、うん、番さん占えば色が出るって、占う必要とかもうないじゃないって、今のところでね、日本語7の精査で七番さんの方が圧倒的に今のところ2戦目で見てるかなって感じなんだけどね、四、うん、番さん、五番さんに関しては、まあ、 4・5どっちもね新、まあ新郎、まあ、どっちもありえるけど7番さんは強人か人道、神、まあの占い師だったらそのムーブ結構きついなって今のところ思ってるかな、うんまあ、4・5に関しては、まあ、人道人、強靱いろいろあるけど <laughs> まあ人道と強人がもしよどっちも出てきてるって考えた方が賢明かなって今のところ思ってるから、うんまあ、グレランとかに状態になった時には今のところ、ね、精査はつかないけど うん、ラいさんで、まあ、七番さんがもし真の占い師であれば、しっかり考察は述べてほしいかなってところなんだけど、まあ、四番さん、五番さんのロケット仕様で、まあ、五番さん遅かったってところで、まあ、四番さん、今のとこね、うん、まあ、真を切ってわけではないけど、四番さん、五番さん、七番さんって順になってしまうかなっとか現状思っているって感じですかね。まあ、二周目聞かないとわからないんで、まあ、提出し出するのは、まあ、七番さんが今のとこ二戦目で、四五、今のところからないって状態ですかね。うん、まあ、 ロケット仕様でね色付けするのは何だって言われちゃうんで今のところね7番さんの方2戦目で見てるって言うとしか言いませんはい2周目考察伸ばしますはい以上 2>, 2番のプレイヤーは発言してください、えー、まず盤面を整理すると31盤面であることから基本的に狩りドは使用していいと思ってる、うんまあ、この盤面において普通に考えて えっと、3人の占い時点からグレーを、えー、と狭めるのが一番いいと思ってるから、6番が言ってる通り、てか6番がもう狩りないことをほぼ透かしているんだから、えー、騎士はもう使用していいと思ってる。俺ももう騎士じゃないからね。で、その上で、7番が別に4番釣り押すのはおかしくないと思ってる。まあ、9位値あたりが7番が4号どっちも人外なんだから、どっちを釣り押してもいい。まあ、特に9番がその意見を口走っていたけれども、7支点は絶対に4釣りが一番おいしいからね。 えっと、情報釣りという観点から見たら今日は4釣りか7釣りで、4番釣りが一番いいと思ってるよ。俺はね。<laughs> えっと、なぜならば、5番を釣った場合って別に白結果、黒結果出ても、47の破綻って見れないけど、じゃあ4番から釣って4番で白結果だった場合、5番が破綻するからね。だから7視点っていうのは4番を釣ってもらって、4番が黒結果だったらもちろん美味しいし、4番が白結果での場合でも7番っていうのはその次5番が破綻して5釣りが入るから、7視点最後まで生き残れるから7番目線で4釣り押すのは当たり前だぞ。 7番が真だったら、新感情として5番を釣った後に、5番が白黒結果どっちが出ても4番って破綻しないから、7地点っていうのは2日目に自分釣りが入ってしまう可能性があるけど、ただ今日4釣りからできれば、4番で破綻が起こった場合って7番って絶対に最終日まで生存できるから、だから9番の殴りは不当だよ。7地点どっちも人外だから、どっち釣りをしてもいいじゃなくって7地点4釣りドワンだから。うん。だから今日俺は、えっと、まだ発言が聞けてないけど、4釣りが一番情報落ちると思ってるよ。 4番釣って、えっと、黒結果の場合、めちゃくちゃ嬉しいし、白結果の場合でも5番の偽が絶対に分かるから。だから、情報釣りっていう観点だなったら 100%4 番で。うん、でも、これはあくまで盤面整理であって、発言精査ではないから、でも、少なくとも7番の発言は全然おかしくないです。はい、以上。3番のプレイヤーは発言してください。いさいはい、えー、っと、そうですね。結果、今日は4番さんから釣りたいと思っています。ただ、 えと2番さんが言っていたのって5強4を狼で見るっていう発言で別に4を釣り押したわけではないと思っていてそのだろうな2番さんが言っていたように、えー、と4番を釣って黒が出た場合に自分の、えー、と芯が確定するっていう意図で4を狼で見ていたと認識していなくてなんだろうな。 5を狂人4を狼っていうなんだろうな見る理由っていうのが特になかったと思っていてなんでそういうふうに思ったのかなっていうのを考えた時に、まあ、7番さん自体が人狼だった時に、えー、5番さんが CO を遅れて出てきたわけなんだよねだからそれで自分が人狼だから、えー、っと遅れて出てきた、えー、っとまあ2攻目の高い5番さんが 自分から見て強人だったから強人って置いてしまったんじゃないかなって思ってます、えー。ただ4番で黒が出た場合には2番さんはすごい白くなる位置かなと思ってます。うん。で4番さんが白結果だった場合に、うん難しくなるなと。まあ、7番さん黒だった場合に相方位置のヒットは2番さんになってくるんじゃないのかなとは。 思いましたさすがに四号で合ってるよなで、狩人の方は使用しないのかえ、だって57だったら勝つけないでしょ、まあ、あとまだ四番さん五番さんの発言聞いてないんで、うん、一応その発言もしっかり聞きたいと思ってますえだって57狼だったら四釣りから入ったら負けかけだぞ発言してくださいそうですねえっ、ー、と <laughs> まああの三人あの占いしようということなんですけどもあのまあ二番さん三番さんから私発言ないあの 私釣りっていう情報釣りっていう観点で、まあ私っていうことになってるんですけど、まあ私芯なのでそれは飲めないですね。まあ、まあ、村側としてその情報を欲しいっていうのはわかりますけど、で7番さんが、うん、5番強人沖の4を指定してきて、うん、まあその情報釣りを提案してきたんですけど、それは私目線でも一緒で、まあでも私57どっちがまあ 巨人、狼、そこら辺分かってないので、そこら辺のして、まあ、5番の発言も聞いてないですし、まあ、5、7、うんまあ、7が私殴ってきたんで、まあ、私は7を釣ってほしいなっていうのは私の感情ですけど、まあ、5番さんの発言聞いて決めます。以上です。5番のプレイヤーは発言してくださいまあ、ちょっと遅れた理由は別に焦る必要ないかなと思ったんで、あんまり理由はないです。あんまり気にしないでください。 今の4番さんの発言聞いても、偽っぽいでしょ偽なのいい、ね、?4 番入れてね。で、7番は生きたまま殺します。はい。7番教授でさっき4番をしたけど、それがどれだけね、生きたまま殺すたいう7番さんに思い知らせてあげていうと思います。で、4の相方探してたんだけど、俺正直2番かなと思ったかな。おえっと、この番目4番釣り押すと白くなるけど、俺に白くなかってくれ占るね。俺に白いけがってくる。い思う。にいっけうん。で、圧倒的に僕の方が死んで見られてるから、僕カメは2番さんっていうのは別に全然問題ないよ だから4を釣りをしてる人が結構怪しいなと思ってるか42かなって今のところ思ってるけどあくまで情報これしか脅せないかなまあ理由はそんな感じかな俺の気に気づいたかな、うん、まあ4番に行ってくれるの別に彼は出てきて5番だとてくれはい以上俺ん。クロッ結果をってくれた、ね、らめっちゃ嬉しいわ、うん、発言してくださいえっとな2つ俺考えてて今のところ一応終わってまず7番が強人5番が新占い師4番が人狼えっ、ー、ともしくはえっ、ー、と 7番が人狼、5番が狂人、4番、シングルないし。で、えっと、7番が人狼やった場合は、1、2が相方やんな。で、えっと、4番が人狼の場合は、えっと、8、9が相方からって感じですよ、ね。8、9って7番を通用しとったやろ、うん。まあ確かに、<laughs> ま4、5まだやからさ、うんまあ、2周目やねんけど、うん、ちゃんとした多分精査してくれると思う、2周目、8、9も。うん、全員な。 4号の話を聞いて、まあ、8912はどう思ったんかっていうのをちゃんと言ってほしい。で、狩りは出とけよって。出とけよって。知らんぞ。マジで。うん、で、あのー、そのもう俺もスかしたからさ、うん。で、2番もないって言ってるの。ほんなもう891しかないに。うん、いいね。もう891、3択やで。<laughs> これ抜かれる可能性高いよ。いいね。891分かってるもうどんどん仮話してう

えー、7番狂人で、えー、と4番人狼かなっていうのもあり得るかなと思ったら。4番人目だん,ん47ちゃん人外。7つったら負けじゃね四7番を狂人に置いた場合、自然と5番が死になってくるわけやし、<laughs> <ん>えと7番を番えと人狼に置いた場合は自然と5番が。だって5番が多くて、どっちしても7番人外と7番が行く。え、4号で合ってると思うんだけどな。<番>合ってるよな。心狼だから4号だよな。発言してください。 はいお疲れ様です。えー、っと、えー、ちょっと待ってくださいさ。4が7で5が4一って、6が7。えー、ということか。4つって、あ二2番さんが言ってくださいすよ。4つって、黒結果が出た場合、え、ちょっと待ってよ。5が7に白、強陣4黒。 待てよああ、ちょっと埋まってきた。まあいいや、や、まあ、どちらにしろ、あそうですね。まあ、例の、例のじゃないわ占いで、まあ、二進が出てるんだから、まあ、6番さんが7つるって7つってもらっても構わないけど、いや4らは、うん、盤面的にありえない。つ5番が7勝ってるから、5番の進路を確定してる。ああ、ちょっと埋まったな。 ただ今日村目線5番に釣り縄届かないから4から落としたいんだよななぜせ2陣外落ちるんでそれでも構わないと思うで5-7だったら出てきでしょグレーですよねで狩りは出てこないですね4番3が6に白がう新4釣ったら完成では負けかけだから狼オオから釣らないと負けなんだよな黒。4白出た場合5番3が破綻4黒出た場合5-7どっちか 占い師っていうことですよね。うん、なら釣られたら負けるぞ。だから四つ釣らないとだめ。四つ、うんまあ、ってくださいとしか言わない、ね。七が全然しんぽくね。ごめんなさい。考察を、ね。プ<や>レイ的になったのは、ええー。九一番三かな。うん、まあ、九番さんが八番さんの便乗っていうところで、あやしこもたっていうぐらいですかね。一、うん、番さんも、それに乗っかって考察があまり伸びてなかったっていうところ。六、うん、人は種いかない。八番。のプレイヤーは。 発言してください、はいは目ですね今日は結果からいくと俺は4番さんに行きたいかなと思ってるいいね7番さんは多分盤面把握が追いついてない強靭じゃないのかなっていうふうに考えてるかつ6番さんが7番さん釣りをするのかあじゃあ自分釣りでもいいけどっていうようなことを言ったと思ってるからね俺は今かつ、えー、っと7番さんっていうのは、えー、91が怪しいって言ったんだよね いやあのー、俺から7番さんを釣りをしたいっていうふうな発言を伸ばしたんだよ。うん、じゃあ筆頭位置としては俺じゃないのっていう、うん。でまあ7強で、まあ、5進で4ローって考えるのが静着だと思ってる。で、えー、と4の相方位置かあとは。4が最初6に白ろ打ってるけども、えー、と初手の囲いは。 めめちゃめちゃゃ薄いんじゃないかなと思ってるから6とあとはどこだったっけなまあえっ、ー、とー7を釣りをしてる流れから4に矛先を向けた2っていうのは結構白い位置なのかなと思ってる、うん、4ロード相方軸としては、まあ、91のどっちかかなっていうのが安泰かなと思ってますうんう永遠に狩りをでね <laughs>、うんね91かいいね どどんどん狩り度、まあ、出ないな出ないでいいんじゃないのと思ったけど <laughs> 結局こうしてね狩り度がないっていうことを透かしてあの9一のどっちかに狩り緩ドんだったらそのどっちかがねえっと白角になるわけだから、うん、俺目線はかなりすっきりするんだけどなっていう、うん、こんな位置で結局出ないって無意味だなと思ってるんだけど確かに、うんうん、今日は4から行こうと思ってます以上です 9番のプレイヤーは発言してください。私も光なんで彼を入れた方がいいっすよ。1やんけ。で、えっと、457と聞いて、7番さんがめちゃくちゃ強靭な発言してたんだよね。6番さんが僕釣りたいなら僕でもいいけどみたいなこと言ってたんだよね。めっちゃ強靭じゃんと思って、今日は4釣りたいかなって思ってるわ。4番さんに至っては、俺7に叩かれたから7入れたいけどみたいなこと言ってんだよね。 4番さんのその発言は普通に意味分かんなかったかな5番さんが一番しっくりきたかなまだね6番さんで気になったところはえっとね5を死んでほぼほぼ置いてたんでしょだったらえっと4つりでもいいんじゃないかって思ったけどね47人台だと思っているんだったら4つでもいいんじゃねって思ったけどね6番さんはそこ気になったから8番さんがめっちゃ白いと思った発言順が困る、うん <laughs> あ、2番さんの説明でよく分かったよ。4で白結果落ちたときは、ここは破綻だから、っていうことだよね。黒結果出たらおいしいし、ってことだよね。うん。分かった分かった。ちゃんと分かりました、それで。ただ別にそれで2番さんが白いというわけではないけどね。あの、まっとうなことを言ってらっしゃったなっていう方だなってだけ。うん、現状4釣りたいし、4の相方一か。黒だった場合の相方一は、6か2だと思ってる。え 1>, ?1 番かわかんない。 で、えっと、四が白だった場合に関しては、五が破たんだから5黒だよね。ん五強なのか。いや、待てよ。じゃ五白だ四白だったら明日考えるわ <laughs>。ちょっと考える、明日明日考えるわ。んそっか。四白だったら五破たんだから五黒か。そうだよね。んちょ、わかんない。ちょっと明日考える。合ってるよ。四白だった場合5黒だよ。合ってるよ。一番のプレイヤーは、 発言,発言してください、えー た場合4番3で例の結果で白出た場合ってこれ57の精査になってくるけど7番3強靭め高いってところで4番3に白結果出てその結果で5番3は黒で破綻ってことだからそれですっきりするんではないのかなってところなんだけど7番3の柱発言自分つってもいいよってところは自分も強靭だなと思ってるんだけどグレーチで6892その中に1陣が残ってるってことなので今のと ところね、まあん自分から述べられるのは何とも言えないけど、まあ、皆さんそれぞれ意見が違うからな。 うん、今のところね、5番さんの方が発言しっくりくるの言ってたから、今のところ5番さん死んで、まあ、4番さんは牢か強化、まあ7番さんがね、狼で柱発言もまあ,ありえるっちゃありえるかなって今のところは思ってるんだけど、まあ、それで自分黒塗りとかよくされることあるんで、まあ、そういうこともあるんだけど、うん、7番さんは強人に近いかなって今のところは思ってるから、今日4番さんつってそれで例の毛か白出れば5番さんのローはスケールって感じかな。まあ、7番さんローでもありえるっちゃありえると思うんだよな。うん、でも今日4番さんの方がね、うん <laughs> 7番さんに疑われたから7番さん行くって発言はすごい黒かったかなって自分は思ったから、まあ、7番さんの今のところは強人を聞いて4番さんは多分人狼かなって、まあ、黒出れば4番さん黒で、まあ、5番さんを死んで決めってでそれでもう7番さん強人ってことで置いといて、まあ、他のグレーチからするって感じになると思うんで今日4番さんから行こうかなと思ってますはい以上 2>, 2番のプレイヤーは 発言してくださいうーん、まい、あ、占い師3人の話を満遍なく聞いてみて、単純に4と7があんまりしんぽくなかったなって素直に思ってる。5番が一番腑に落ちたし、5視点で俺を殴るのがめっちゃ白いと思ってる。えっと、5番が人蓋、えっと、まあ、主に人狼だった場合って、俺って結構4ずれをしていたから、5番が人狼だった場合に俺って結構都合のいい存在だから、その俺を殴るっていう行動が、 俺からの兵頭を買っても構わないっていう行動に見えたから、まあ、47から結構防衛反応を感じたのと、5番の俺を殴ってくるあたりから一番5番が真かなって現状は思ってるかな。まあ、だから47どっちも、どっちから言ってもいいんだけど、5番が結構真っぽいと思ってるからこそ、今日は4から落とそうかなって思ってるぐらいですね。うん。情報釣りでもなるし、なおかつ5番の使名が一番あると思ってるから、俺視点は4番釣りが一番悪いかなって思ってて、グレーだったら一番9番が怪しいかなって思ってる。 えっとね、旧視点で俺の指摘が真っ当で、でも白く置かないってのはわかるんだけど、俺を狼塾で置いて4番の相方で持ってきたのが違和感でしかない。えっ、ー、とね、旧一が結構7番を釣りをしていて、結構それって初心は不当な理由だったよね。 俺はちゃんと説明して、その理由が不当な理由を説明して、俺は四釣りに持っていったんだけど、二四狼だった場合は、九一が結構七番を釣りをしていたにもかかわらず、俺がその無人を拾って、相方に釣り誘導しているってことになるんだけど、九番がその視点を追ったのが普通にらしいと思ってる。えっと、俺の進路を追うんだったら、例えば、五番が言った通り、二七狼五強心とかで、えっと、俺が四番に誘導してるって言うんだったらわかるよ。うん。えっと、そうだね。二七狼五強心で、俺視点、えっと、七番が強心、え、違うわ。 二七狼5教順で俺して七番が相方だから七番が釣れたらまずいから四番にヘイトを移してるだから俺が狼オと相方が七番っていう精査はわかるが九番が俺を狼軸で相方を四番でくっつけたのが違和感でしかないからグレーでは九番が一番黒いかなって思ってますはい四釣りません三番のプレイヤーは発言してくださいうーん,なんだろうな四番三狼で考えた時にうーん,なんだろうな あんまりしっくりきてないっていうか、7番さんの、7番さんを死んで追ってる人っているのかな新規で進行で7番さんに今日投票をしたいんだけど、俺まだ4番さん、5番さんがどっちが進かろうかなんて。7つりはまずいうん。分かってなくて、7つりは罪です進、ね、かろうかっていうか、そのどっちが進化なんて。7番さんが強人だとしても、4進5郎もあるわけで、 ここで4万3、シーン、釣っちゃうと結構厳しい。例えば白が、んちょっと待ってよ。白が出たときに、ゴが破綻なのは分かるんだが、ゴー、ロー、そう、だから結局、シーンを釣っちゃ、初日に釣っちゃうってことになるんだけども、だったら、 えー、7番さ2世で芯で追えないんだったら7番さん釣りからでいいんじゃないのかなって思うんだけど違ってるのかななんかやたらと四釣りに流れてるような気もするんだがで結果別に7番さんが黒であったとしてもそれはそれでいいわけで7番さんが強人って決まってるわけでもなく今。 一番偽要素の高い7番さんからいきたいと思ってるんだけど、間違ってるのかな ?4 番のプレイヤーは発言してください。さいそうですね、2周目、一気に私にあの死刑が入ってきたんですけど、まあ、私、真なんで、まあ、その7行っていただけたら、はい、ありがたいです。で、まあ、そうですね、あの、5番さん うん、まあそのやっぱり2週目聞いてもその5七のまあその強人狼っていうのは私まだ全然分かってないですでまあ一応その6が白ということだけはあの把握しておいてくださいそうですねグレーの中の精査はうんいや分、うん、かんないなそれも、うん、2日目頑張ります 五 <laughs> 番。まあまあ OK OK、オッケー。れにらってもらわないと。あなたに2日目はない。<laughs> うん、お前さん聞いたでしょ、みんな発言。死んだで7行ってくれって。もう俺5番せていでしょ。ってくれって言5番から西野結果もらいたいな。ま全く精査がないでしょ。もう4番行ってくれ。47ってシーンないでしょ。で、俺が最初に2番上げた理由もう一回説明するんだけど、なんかみんなわかってなさそうだったから、えっとね、初日黒つらを相方つられた場合っていうのは、占い神が安定すると思う。 うん、で、圧倒的に俺の方が死んで見られてるでしょ。だから4り落してその後に僕噛もうとしてるんじゃないかと思ったんだよね。だから2番を最初怪しいんだって感じかな。9、1とかっていうのは最初7を落ちてたから、それはないかなと思ったかな。現状もやっぱ2が怪しいかなとは思ってるけどね。いいね。<で>俺白結果待ってるぞ。6番は白で。うん、6番さんっていうのは狩り出てくれっつって乗っ取られるケアをしたんだよね。六番があれとね、人狼だった場合ってね、乗っ取ればいい話だから、6番は白でいいんじゃないかなと思ってます <laughs> で、あの、僕死んでおくんなら3なんで守らなくていいからね。あの、必要ないでしょ。僕死んでおくんだったら僕守りが安定だから。いや,いや、それはダメだよ。仮に出ないならそこだけはしっかりやってね。ロールを見せるんだから。出ないなら出ないでいいけど。3番守ってもらわないと困る。はぁ、知らないよ。出ないならしなくていいから。<laughs> はい。今日は4番に行ってほしいかな。5番が4、そこういう理由で2番が2番かなって最初から。 置いてる2が白出た場合はまたいろいろ考えるわ、うん。で、2はスムラスけてるから、6もスムラスけてるから、そうなった場合っていうのはめちゃくちゃ楽な場面になってくるし、はい、今日は4に行ってください。お願いします。まあ、4号で間違いないかな。おいや、オラ、うん、じゃないべ。いや、まあ盤面的に4号で合ってるよなって若干不安だったけど、5番で今の発言を聞いて4号で間違いないなと思ったな。いや、5らだったら5番4押したらダメだからね。 勝ち筋ないから四号で硬いなってか、ならしんだったらもっと頑張ってくれ。四番。のプレイヤー,選ばれますあー。これ九番釣れたわ。これ九間違いなく釣れる。投票的に。四間違いなく九番が釣れた。プレイヤーは発言してください。そうですね。まあ、その。 まあ6番が白ということだけ、まあ、伝えておきます。で、グレーは全然わかんないんで、あ、うんまあ、あののま村側の皆さん、精査頑張ってください。以上です。夜が来ました。目を閉じてください。えやばっそこ紙って怖くない強人っ筆ヒットやぞ、6番って。そこ紙やばない 7番めっちゃ今日っぽかったださいあっ、ありがて。4黒ありがてー。えーっと、4黒ってことは、ーああ、そっか。じゃあ、5番さんは破綻してないっていうことだから、ありがてー。更新でみるってことか。えー、っと、6番さん占った理由は、えー、っと2番さんと6番さん僕含して白く思ってました。で、5番さんの出方は遅かった。6怖いよな5番さん強靭で、今日、表示だったよ。6番,6番さんに。 白出して6番さんの黒に刺さったのを見て5番さんの狂人が出てきた。6番だったら3連画した方が良かったけどな、ね。っていうところですね、6番さんをあなった理由は。はい。えっ、ー、と、あとは8番さん、えー、と僕が昨日9一怪しいんだんシナリオどう？8番さんは白先なんで怪しま必要なかった。9番さんは8番さんの便乗だったので9番さん怪しいと思った。1番さんは さらに便乗で発言も伸びてなかった。えー、昨日に関しても1番さんは、うん、やっぱり発言伸びてなかったかなと思った。9番さんの発言は2番さん叩いてたけど、まあ僕はちょっと、うん、そこまで相性が悪いところですかね。もう9番だけは釣り殺す。えー、と5番さんの2戦目。9つってからどうしようかな。5番さんは、えー、っと、4、うん、で黒で出てることから強靭。うんで 僕が見はやばいぞ、本当に。客観して。俺の教授にし出したってるんだよねうん。僕は同軸に置いたとして、相方。うん。昨日の段階でほとんど、うん。4番さん釣りをしてね。6番さんだけ僕っていうふうに、うん。変えてきたんだけど、っていうとそころがそこを6番ん怪しく見た理由だったんだけど、うん。6より長く生きれましたね。わかんないかなっていうところ。 ですね、うん、912どれかあーー、まあ、村目線占いローラと思いますけど以上です8番のプレイヤーは発言してください、うん、占いはローラしませんよクローチェンだから今日しません気で進行でいいと思ってて <laughs>、まあ、91から詰めればいいんじゃないかなと思ってて91に彼がいるなら出てきてほしいかな八てて番も今日ムーブやんけ、うん ただ俺は現状6が狩りだと思ってるんだよね6が光を透かしたように見えてるけども6が狩りで91のどっちかが狩り出てきたところで俺はあんまり信用する気はないかな、うん、けど盤面をはっきりさせたいっていうところで91に狩りがいないので出てきてほしいかな、うんうん、もう本当に残ってる意味ないからねうんうーん 現状やっぱ5は真に見えててで、まあ、2が白っていうことで俺はもう2は白角でいいと思ってる8強靭やんけん <laughs> 8も強靭やんけんで7強靭って見てるからもう一郎っていうのはえっと1級のどっちかにいるんじゃないかなと思っててうーん 詰めるなら9かなと思ってる。3が結局、昨日7に発言を誘導し、7に釣り先を誘導したことによって、結局9番さんって昨日俺が4に行くっていうふうな話をしてから、じゃあ私も4に行きますって言った後に、結局3番さんの発言終わって7に変えてるからね。うんまあ、その表の移行っていうのが、まあ、ごあの相方を釣り寄せなかったっていうふうに見るのがまっとうなのかなと思ってるから、現状は9かなと思ってるけど、一応9、1の発言聞いて行きたい方に行こうと思ってます。そんなところかな。 まあ次三神とアンテナか。俺が噛まれることはないから大丈夫から。その次に狂人使用すればいいから。5 7強信七強四ローでまあ一級のどっちかに開いた方がいいのかな。これ八も狂人だよな。以上です。狼視点で。限りなく強人に見えるよな。9のプレイヤーは発言してください。まあ光なんでまあいいや。えっとね、七狂人だと思ってるから、私目線はえっと小林さんが占ってない。 まあ私も含めたところをい、えっと、きたいと思っている。で、私が7位投票した理由に関しては、まあ、橋番さんが言うとおりだよ。4に行きたいと思ってたけど、現状4、らどっちでもいいから、3番さんが7位行きたいって言うんだったら、7でいいんじゃないと思って7位投票しただけだからあ、ついそこで黒くても別にしょうがないと思って、それはね。で、えっと、でも7番さん、強人だと思うけど、7番さんの発言、とってもいいと思ったのか。<laughs> 5組目線8白出てるから8を黒く見る必要性なんてないんだよねって言ったんだよね昨日の発言8番さんって7番さんに一番俺が黒くなるのが筆頭なんじゃないって言ってたからああそれしっくりくるわと思って7強人だと思ってっけど <laughs> だから5番さんが占ってないから81どっちも、まあ、私も占ってないからわかんないと思うけど現状として8行きたいかな4黒は確定してる、うん、霊能師が黒って言ってるからな新規進行合進と思っているから えっと終わらなければもう5番さんが9一どっちからなってくれたらわかるからうん、うん、現状は8つりたいと思ってる 8?5 番さんが私つりたいならべてる私でもいいと思ってるよそれですっきりするんならね私の投票コードは確かに黒いと思うからね4黒結果出てることから確かに黒と思われてると仕方ないと思ってるからでも7番さんの最近の強人だと思うけど その発言って結構こっちにヒントが与えられたと思ってるから幡さん結構黒いなと思ってるよ。うんだから幡さん行きたいかなっていうふうに思ってるよ。 発言になっちゃうと思うんだけどこの中で一番考察伸びてないから多分自分釣りでいいと思う、うん、89釣りよりも無駄占い占い師さん目線ね自分の無駄占いを防げると思うし自分から釣っていただいた方がいいかなと思うんだよね最後ね3人とか4人に残された時ってあの俺黒塗りしやすい血だし占われてないってところで俺不当な黒塗り受ける可能性があるから。 自分は穏便に釣られて死んで57番さんのどっちか、真の占い師さんに、まあ、占ってもらう方が一番いいのかなって、俺は賢明だなと思ってるから、うん、今日は自分釣っていただいた方がいいかなと思ってる。グレーの位置で、うん、今のところ精査ついてなくて、最後の盤面の方で自分釣られたら結構きついから、でも今のところね、まあ、7番さんの方が標準目高いとは思ってるかな。5番さん死ん死で、まあ、決めて 行く進行ではいいと思ってるけどでも最終日に自分残された場合って自分黒塗り受ける位置に今いるってわけだからまあ今日は自分釣っていただいて占い師さんはまあ89のどっかの白黒はっきりするんじゃないかなって今のところ自分は思ってるんでそれなら占い師さん目線の目線はっきりするでしょうだって4番差で黒落ちてるんだからあと一陣が釣れれば6番と7番釣り落したからじ持ないうん九で占い でもうこれで村確定勝てるでしょって今思ってるんだけどまあそれで村がどう思うかで任せるけど今日は自分から行く <laughs> 自分釣りでいいですそれで占い師さんの無駄占いが防げると思うから、うん、8級釣りよりも自分釣って8級占って白黒はっきりさせた方が自分はいいと思ってるはい以上 2> 2番のプレイヤーは発言してくださいうんまあ4番が黒結果だったことから今日はグレーズメレイと思ってて9回力って持ってる。 8番に対してはほとんど黒要素が現状は拾えてなくって、ま、一個だけ言うんだったら、多分これ盤面的に本当に6番狩りなんだろうけど、6番のきしめってあったかなって思って。なんか8番が一番最初に6番狩りなんじゃないかって言ってるけど、それがわからなかったぐらいの不信感しかない。ま、だからめっちゃこれつけるんだったら8番が狼で6番狩りって噛み抜いてからそういう意見言えるんじゃないのっていうのが、めちゃくちゃ不当な黒理由かなって思ってるけど、ま、それぐらいでしか不信感がなくって。別に8番が今日グレー詰めをするのも正しいし、 9が8から落としたいって言った方が俺は黒いと思ってるんだけどな。まあ一番も柱発言してるから今日は9か1でいいと思ってるんだけど、9視点って俺は1を釣り押すべきかなと思ってるよ。なぜならば、8番が狼だった場合って視点付け起こってるんだよね。8番が狼の場合って48狼って7番の強心が透けているから、確かに8番って初週に7番を釣り押したけど、2週目に関しては確かハ握ク漏れだったら申し訳ないけど、8番が一番最初に7番のこと強っぽいって言ってるんだよね。 7番のことが今日っぽいってことは、すなわち4番に釣り誘導してることと同義だから、78ライン、48狼カ7強鎮って内訳見えにくいと思ってるんだよね。さっきの6番のカリーが透けてる発言は若干気になったけど、ただ、48狼カ7強鎮だったら2周目の8番は変わらず7番を釣り寄せばいいと思ってるから。7番の強鎮要素をわさわさ拾って4番に釣り誘導したらうまみがないから、だから9視点って81だったら圧倒的に1番の方が先に釣っておきたいと思ってるけど、そこで8から釣りたいっていうのが、 まあ9番合コメだった場合に8から吸った方が楽なんかなって思ってまあだから黒いのは9番だけどラりがないのが1番って感じだからまあ例の者が決めていいんじゃないかと思ってるよ9か1でまあ個人的には1番から落とした方が盤面的にはスッキリするけどまあただ投票的に9番って4番に投票していないからまあ黒いのは9番ののかなって思ってるよはい以上3番のプレイヤーは発言してください,ださいうーんまあでも1番さんになっちゃうかな俺は ちょとりあえず2番さんはね白でロックしちゃってるわ2四の狼は追えないかなえー、っとねなんだ,だろうな一番3オ狼で柱発言しないとは思うけど実際一番さん残してうん村だったとしてもどうしようもないなと思ってちょっと一番3は申し訳ないけど釣られてくださいって感じですかね うんなんか4番さんの相方一まあそうだよな9番さん1番さん初週7番さんにヘイト向けててで2番さんがその流れ切ってうーん結果まあなんだろうな自分のミスリードだけど9番さんって7番さんに入れてるし7番が6白9番。 2番さんの言う通り、8番さんの黒要素って特にないと思っていて、うん、現状、うん、そうだな、黒い血っ,ってなってくると、9番さんになってくるのかな、うーん、まあ、9、うーん、まあ、1番さんからかな、いいね。いや、今日1からするの美味しいわ。 美味し,しい。正直、今日9からすった方がきついじゃない？一番さんからで、お願いします、うん。そうそう、今日って9からすった場合がめっちゃきついんだわ。のプレイヤーは発言してください。さい皆さんに言いたいんだけど、悠長すぎませんか？これ <laughs> 明日僕が残ってる報酬なんてないんですよ。わ <laughs> かりますか？言ってあさといなーー。まあ1からでいいけどさ。 ワンチャン1がオオカミって可能性もあるけど俺1、俺16メータんだね。うん。いやでも、狩り出てこないところは6狩りでしょ。俺もう俺明日噛まれるんだよ。わかる <laughs> まあ、いっか。もう俺も8は46見えたかな。8は46見えて初週からクルーーは1つもないと思ってるから。1の終わればいいんだけどな。いや、1からするのはでかいわ。うん。4は7いってるよね。 1>, 1、3、3、神ンテイだよ。俺が誘導するから。まあいいや、とりあえず1から行くわ。明日生き残ったらラッキーぐらいで僕は考えてますね。はい、今日は1から行きます。いいね。投票を始めてください。<あ>おらじゃないべ。でもやっぱり占い新郎郎って終われないんだね、意外と。グレーめっちゃ強靭ムーブ多いから、誰か新郎楼気づくかなって思ったけど、意外と誰も気づかないんだな、新郎郎って。え、だってこんだけ強ムーブいたら、新郎楼誰か一人追ってもおかしくないと思うけどな。 一、うん、番のプレイヤーが選ばれました一番のプレイヤーは 1> <laughs> 1。あらあら 発言したんでこれ占い師に人狼2人出てるってことはこれはないよなと思ったんだけど <laughs> ん、ワンチャンあるかなーって思ってるんだよなー、これ<番>57でこれ4番さん黒落ちてるから、うん、グレーの中に狂人いたらすんげえ怖いと思うんだよな、1番が真相に気づいた番さん狂人でみんな置いてるっていうけど、ワンチャンで57でまだ人狼いる可能性も自分はあるかなーって今のところで、何のので,で,で2番さんが、うん、グレランデでその釣り置でなんかその渋ってたのかなんか,からないなーと思って2番さん気 もあんのかなって感じましたけど、<や>まあ、強うん目が拾えないというか、9番さん本気で迷っちゃうのかなって今のところ感じるから、若干ねグレーの中で、なんか2番さんの方が黒くなったかなって今のところ思ってるけど、5番 <laughs> さん生きてる保証ないっつって、でなぜ俺を釣らないで、俺がこんだけ柱継ぎしてるのに自分を白く見たって、なんか死ぬ占い師、なんかすげえ怪しいなって思いましたか。じゃあおやすみなさい。うん、どうなんだろうね、う今のところね、7、う、番、ん、さんと5番さんの精査でいくと、今のところフラットに戻っちゃったって感じなんで、自分 切れ切れ切れ。一番早く切るんだ。何も、うん、分からなくはないが、なるばさんが、まあ、うん、占い師としての柱発言はムラにないと思うんだけどな。 うーんこれ、オオカミで、オオカミが二陣街露出してて、で、占い師出てた時の場合が一番怖いと今のところは思ってるかな。今のところね、うん、占い師、ローラした方がいいかなと思ってる。噛まれたら噛まれたで、残ってる方しっかり釣り切った方がいいと思ってる、今のところね。それで、多分一陣街か二陣街しっかり落ちると思うから、占い噛まれたら、うん、確実に占いをもう一うん、ローラした方がいいと思ってる。今のところ、フラットに戻ったから、ローラしてください。<laughs> 夜が来ました<ー>目を閉じてくださいこの村で最も村リある120秒。いや、うまい。うめすっすわ。すべ<倍>てはこの時のために3画目ができるな。発言順もベストや。五番のプレイヤーは発言してくせに。しかも俺白。はい、九黒でした。ミシありがて。僕があれだけプレッシャーかけたから逆にそれを逆手に取ったんでしょうね、九番。ミありがて。はい。 まあ、キ番さん黒出てるので、キさんいって終わりです。はい。はあ、よく考えてほしいんだけどな。うん。とは、斜線もだって、9黒でしょ、これ。七目線9黒なんですよ。言ってみる意味分かりますか、7番さん。確かに。はい、もう9番で終わりですよ。これちょっと怪しくない総合的に考えてください。4番と7番の発言。で僕が圧倒的に真で見られている。9番っていうのは最後の影に出たんだと思いますよ。はい。 よく考えてくださいね今日9番いって終わりです7番いいやこれハチクロったほうが良かったんじゃない発言してください、うん、これまずくないかううん、うんいや、うんそうですね僕目線昨日1番さんが言ってたように新ローローで出ててこういやこれまずいこれ逆にまずいこれ<ー>だってこれ8がおさん初日から4釣りをしてこれ8気づくんじゃないさすがに破綻がないのえだってさすがにこれか,からあんな基本釣りをしてたんこ,、ね、これハチクロ結果の方が良かった気がするな えっと2番さん占った理由は、まあ、5狂気してたんで、うん、2番さん白結果出したんでそこで。いや、うん、これ8黒結果の方が良かったよな。んうん、ダメな,んかなのかなって思って2番さん占いました。っていうことですね。えー、僕目線まあ9もありますけど、まあ、5が9に黒出したことから僕目線新郎々で五4五ロ楼かな今日はちょっと分かんないですけど。 っていうところでごまさん、ださいーいうところですね以上ですいやこれ、8チク果の方が良かった気がする、キャスティングのマンスポケキセクス。イチワリシンローローで、オーカタキュードチルトンテル、オ、うんね、<laughs> えっと、ケバンさんがキノイタ、えっと、ナナバンサンとヒョした行為はえっと、私の落ち度で、黒く見られるよねって言ったタ、ノアマ。 自分用語の話でもあるし、かつ7を強って置いているのであれば、例の結果1回しか見れないね。狩人が、えっと、仮にレノを守って、えっとまあ、ワングチョボを置きました。でも結局、連画見で抜かれますってなった時に例の結果が1回しかも落ちないのもかかわらず、強人目がある7番さんを釣りをしてるのは、あまりにも不当だと思ってるので、俺は絶対9で落ちると思ってる。けど、 7番さんが強靭であったときっていうのは、旧城もしくは肉郎が打つのが静着だと思ってるから、ワン,チャン本当にワンチャン新郎楼を追わなきゃいけない展開もあるかもしれないけども、まあ、新郎楼だったら、新郎楼であったとしても、2番さんが強靭で、もしくは、えっと、俺が強靭じゃないと、それは成り立たないから、うん、うんうん、強靭目がある人間が現状いないっていうところから、現状新郎楼は追い, <laughs> 追いづらいら何言ってんの、うん ししかないでしょまあ,あまあ9いって、もしあのー、終わらなければ5すれば終わりだからね、うん。これはもう限りなくきつい盤面だと思ってるので、狼オ絵側っていうのは。今日9いって、だって、内訳として新労働だった場合っていうのは、9位落とした後にえっと、28に絶対強靭がいなきゃダメだからね。そうだね。うん。 ただ7番さんが、えっと、2もしくは9に,9に白もしくは2に黒を打ってないところからワンチャン7かシングルハネの可能性もなくはないかなと思ってるけど、ほぼほぼないと思ってる。7強陣5死んで9ロいや、9支点はシングルロスしかないよかですね。今日9に行きます。うん、ただ9支点5番黒しかないから。9番のプレイヤーは発言してください。あのさ、私目線4人階になってんだよね。え ?7 って8白で2白じゃん。1を落とすってさ、1の色わかんねえけど、うん えっと、1一目線ってすっげえ破綻してて、1目線も4人外だったの。<あ>57人道とか言ってたから、何人がいるんだよと思ったんだけど、<laughs> 言いい言でね。四個出てんだから。<あ>ただ、ううその視点破綻から一番さんは、新郎路だった場合、強人だと思うけど、えっと、<laughs> ちょっと待って、7番さんがさ、8にしろ、二にしろじゃん。 で五番さんの言う通り七目線もう九白九<ん>黒しかないから何言ってんだいやもうあら私目線さ五番狼しかないよ四人がいるんだよね <laughs> あ <laughs> なんで二番さんもう四コロックすぎてヤバいんだけどなんでなんで私,私しか戦えねえじゃんね <laughs> あなた目線一と四つが接着だよって言うんだけどよ四つ <laughs> 私目線はじゃあなら言うけどね じゃあ、私が、じゃあ、発言伸びてない、一つるかっつって、あんた、白くなるの、私。んないでしょ <laughs> ?7 番さんが8人白を打ってて、7番さんが8番さんは白を打ってるから、そする必要がないって言ったから、8黒なんかなと思ったのね。八番さんは1に言ってたから、8八黒,黒だって、りをしてるわけ。<laughs> <え>8にも投票してんじゃんね。2番さん、四五六ついてやばいんだけど、私目線は4人がいる計算になるから、意味わかんないんだけど。は 5つってもらいたいわ。えっと、5つって、7が私占って、私が白だったら1で終わってるわけじゃんね。ん待てよ。あ、5つったら終わるか、そうだったら。うん、5つったら終わる。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。いやー、9番に言うんだけど、別に俺は思考ロックしてるんじゃなくって、9番の思考が申し訳ないけど、おかしいから指摘してるんであって。 え旧視点の内訳何てかあなた視点って新郎郎しかないよね。あなたが本当に村人だった場合。なんか4人がいるって言ってるけど、え、普通に4号狼で戦況がどっかにいるんだから3人がなんじゃないのえ、何言ってんのだって旧視点っていうのは5番が偽っていう主張でしょで、7番という新占い師が、あなた目線のシーンが8白2白打ってるんだから、あなた視点ってなんで4人がいるのだからあなた視点は4号狼で戦況が、てか8番とか強人に見えないのあなた目線っていうのは。 8番が今日9釣りを押してるから、じゃあ9番の内訳って4号狼8強心とかにならないなんか1番のこと強心とかって言ってるけど、もし仮に本当に新郎郎だったら1番の強めって100ないよ。1番が強心だったら絶対キー押すからね。柱なんて100%しないから。うん、1番が強心で、1番が強心だったらもう4号狼って見えてるんだから、その時に1視点って8も9も2も村格なんだから、そこを釣り押さずに実利を飲むわけがないから、 旧視点で一番の人外を追うのもわからないんだよな。ただ、8番日光言いたいのは、なんか、今日一がいないから、をずれでいいって言ってるけど、いや、今日一、あーいや、だから、俺目線っては、俺目線は二択なんだよね。えっと、4、9狼で5、7が心境の内訳か、もしくは4、5狼で8が共振か。 まあただ、急の発言がめちゃくちゃおかしいから、9番強振とかもワンチャンあるかなって思ってて、その場合っていうのは罪進行なんだよね。今日9番を釣って終わらなかったら、明した5番を釣ればいいから。これ、前も、いや、でも9の発言が明らかにおかしいんだよな。4人外って、いや、あなた視点ってすっきりしてないって思うんだけどな。間違ったらごめん、マジで。投票を始めてください。違う、私じゃありません。何かの間違いです。 まあ9つれるかな。9番オブレのプレイヤーが選ばれました危ぶねあぶねー,ぶねーうっかれ8部だったな9番の中身で安定だからのプレイヤーは発言してくださいいやだって一部がだったらどっか釣り押すだろうと思ったんだもん超人 <強心 S 2> で落ちたんじゃないかなって思ったんだよね <laughs> 5番の強制7占ってないから、私のこと。だから七目線が4号ローなのか。あ、ね、っていうことか。そういうことね。でもこれね、初日から私っちも七のシーンが全然追えなかったから、ローロー味追えなかったな。これはマジで。そうね。いや、多分俺が新ローローを追わないんだけダメだったんだよな。 私釣りをしてる8番さんが狂人に見えなかったんだもんな。でもそ8番狂人だったら4、号で出てるの分かってっから私釣りをせるよな。だってさ、5なら信教だと思ってて、5が私に苦労つなんて思わないから。<laughs> 腹たくさんマジで。<laughs> 怖え。やっぱ怖え。ほんま嫌。<laughs> やっぱ女の子って怖いな。 おかしいもんだって、私の中で一番けが。いや、だってあなたの発言おかしいもんだって。なんでな、もううち裏なわへんね。だっておかしいもん、9番もだって。そんなこと言われても。あおかいやいや、何言ってんだ、あなたつは。8番にツリーと飛ばし一番気持ちとか言うから、おかしいや。このきや。もう、一手行人とかもううるさいな。そう、ほんまに。ちょっと可愛いい。わかる。わかるわかる。 わかりみが深い。いやいや、ンさん強人に見えたもん。でもそっか、そういうのまんよな。なんか大な辛気はとずっと思ってたから。いや怖いわ本当に。下落ちすんなステージローゲームで。クロストッパー以後やりません。クロストッパー。<laughs> 夜が来ました。目を閉じてください。クロストッパーいい響きだ。昨夜死んだのは七番。 8番のプレイヤーは発言してください。おばさん、2番さんに入れればいいですか <laughs> うん俺が強靭予想と挙げるとすれば、昨日、あと一昨日かな9あの ?3 番さんが指定した1番さんに行こうって言ったのにかかわらず、永遠と9番を釣りをしてたところかな。<laughs> うん、自分目線っていうのは、えっと占い師が朗ロ々ロで出てるのが分かってる状況で。 で、あの、初集に関しては申し訳ないけど4を釣りをさざるを得なかったからねうん。その点だけ把握してくださいねうん、2番の強靭要素うん、2番さんの強靭要素なんかみじんもないと思うんだけどうん。まあ、七髪してくれて分かりやすくなったっていうのが定着かなうん。今日はえっと、自投票でいいのかな2番さん入れるのかなどっちでもいいですよ任せますまあ、2番さんはもう5を釣りおすしかないもんね <laughs> かわいそうに <laughs> 以上です 2>, <laughs> 2番 いや俺は自動票なんかしないぞ5番最後まで行き残るぞ2人で8番の最大の卑怯要素を言います初週7番釣りをしたこと以上ですわかるよねこれはえっと俺してまはもう5番のオカが初週から助けた5番が7番に白を打ってるから俺は新郎郎が見えていて5番のオカが助けたで57オカだった場合に履歴すぎるからね 7番から釣りが入ったら5番が釣られるから、だからこそ俺視点で4、号狼がすぐ出て、7番のシーンが透けてるから、強信してるのはね。だから8番が強信だったら7番なんて釣りをしてるわけないんですよね。だから俺はいち早く8、9、1が7番を釣りをしていて、まずいと思ったから4番釣りをしてクロストさせました。で、9、1だったら絶対に1から釣った方が楽でしょ。1番が白くなっちゃったんだから、1番から釣って9番黒く塗った方が楽でしょ。俺が本当の強信だ。8番に投票して2人で生き残るぞ。 5番のプレイヤーは発言してください。8割2が強人だと思ってるかな。うん、いや、9割かな。俺、初日でやっぱね、2番さんが4番さん釣りをしたから、2番強人だろうって予想はしてて、ヘイト向けたんだよね。うん。多分強人だろうな。狩人も出てくれって言ったし。で、2なんか、2周年発言聞いて、8、9、1から狩りが出てこなかったから、多分6番狩人で6番噛んだかな。 で、8番強靭 T ハルナの自投票して、で、2番強靭 T ハルナの8投票して、はい。1の強靭100ないってのが分かってるから、どっちかに強靭いるからそれで勝てるんだよ、ね、唯一のミスは9に黒打ったことかな。8に黒打つか迷ったんだけど、2に白打った瞬間、やばいなと思ったんだよね。8黒が。本当は8に黒打たなきゃダメだったけど、8黒打つの怖かったんだよね、ちょっと。8番がなんか、8、9だったら9の方が楽かなと思ったから。 8教人なら自投票してください。2教人なら8投票してください。多分二2だと思うけど、お疲れ様でした。投票を始めてください。やお,あおらじゃないべ。そうそう、俺だったら8黒かな。なんか、九、うん、黒結果打って7番が俺白結果だったら、7番が強授に見えなくなっちゃうから、8黒結果打った方がまだ良かったかなって思う。9番が8を押すかもしれないから。8番。 のプレイヤーが選ばれました腹立つわーつってゲーム終了人狼の勝ちです